ご案内した通り、本当は、ね、11時半ごろ、こちらに来て、ということだったんですけど、ちょっと時間が落ちてしまってですね、今、もう一人、また次の店に行かないといけないということで、残念ながらですね、一言いただきたかったんですけども、今、何度も終わったんですけど、海の上で、どのような国が、軍備が本格的にやられているか、それに対して市民の人たちが、市民らしく粘り強く反対していられるということがよく分かって、次第にしかも、これは市民の側が勝つという印象ですね、僕は持ちました。そうそう、やってる人たちも諦めなければ負けないと。僕もそれに心が共感しています。ご健闘を祈りたいと思っています。そういうことゲートに座り込まれているこう市民の方々に どのようなの、いや頑張っていただきたい。僕らも自分が少しでもできることをやりたいと思っているけれども、非常に現場でしっかり続けてられることを共感を持つし、今度沖縄に来てよく目にしたり耳にした言葉に自己決定感、自己決定権という言葉がありました。本当に自己決定権ということを守ろうとしていられる。それから日本は、沖縄は日本の植民地じゃないというビラもありました。そして本当にそこまで市民たちと国との対立ということが明瞭で、そしてそれが僕は今、この活動は続くと、続くということは勝つということではないかと考えています。権利を気づけられています。ということで申し訳ないんですけど、マスコミの方よりも皆さんに一言お願いできないですか。